はいどうも、体重128キロ。一番重いときは170キロあったこともある僕が太ってる人、ダイエットしたいなと思ってる人、太ってる人の生態に興味がある人向けに、毎日投稿で YouTube にデブ情報とダイエット情報に内容を絞って動画を上げていきます。今日は毎週火曜日恒例になってる太ってる人がね、1週間に食べたものを全部公開するっていうのをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今週はあんまり食べてないので、全く面白くないのかもしれないんですけど、あんまり食べなくて偉いなという目線でね、見ていただければいいと思います。はい。 何目線かわからないけど、うんはい。4月13日月曜日からですね。4月13日月曜日。えー、ソフトクリームバニラ185キロカロリー。たっぷりプリンパフェ529キロカロリー。フランクフルト270キロカロリー。ジューシーチキン辛口、えー、301キロカロリー。フランクフルト270キロカロリー。ソフトクリームバニラ185キロカロリー,、えー。ミラノサラミのダブルサイズを5皿。えー 四皿か。四皿七百六十キロカロリー、えー、プリンとティラミスクラシックの盛り合わせを二皿八百九十キロカロリートリュフアイスクリーム百六十四キロカロリーレモンのシャーベット百二十七キロカロリーカシスとブルーベリーのパンナコッタ百八十六キロカロリーいちごワンパック百十九キロカロリー、えー、レモンのチーズを二切れ八十二キロカロリー 月曜日の合計がですね、四千六十八キロカロリー四月十三日月曜日四千六十八キロカロリーです四月十四日火曜日速度クリームバニラ百八十五キロカロリーたっぷりプリンパフェ五百二十九キロ九キロカロリー五百二十九キロカロリーですね、うん、フランクフルト二百七十キロカロリージューシーチキン辛口三百一キロカロリー、えー、ホワイト餃子二十個千三百キロカロリー いちごワンパック百十九キロカロリーオレンジ五十七キロカロリーリンゴ六十二キロカロリー以上ですね火曜日が二千九百二十三キロカロリーです水曜日ソフトクリームバニラ百八十五キロカロリー二つ目のソフトクリームバニラ百八十五キロカロリーフランクフルト二百七十キロカロリージューシーチキンの辛口三百一キロカロリーミラノサラミのダブルサイズを5皿 九百五十キロカロリープリントティラミスクラシコのの盛り盛合わせをプリンとティラミスクラシコの盛り合わせを二皿八百九十キロカロリートリュフアイスクリーム百六十四キロカロリーレモンのシャーベット百二十七キロカロリーカシスとブルーベリーのパンナコッタ百八十六キロカロリーいちごワンパック百十九キロカロリーレモンのチーズを二切れ八十二キロカロリー水曜日以上ですね。 水曜日以上で、えー、3459キロカロリー3459キロカロリーです木曜日4月16日木曜日ソフトクリームバニラ185キロカロリー二つ目のソフトクリームバニラ185キロカロリーフランクフルト270キロカロリージューシーチキンの辛口301キロカロリー、えー、ホワイト餃子を20個1300キロカロリーいちごワンパック119キロカロリー オレンジ57キロカロリー、リンゴ162キロカロリー、デザートチーズのレモン味82キロカロリー、以上で2661キロカロリー、木曜日2661キロカロリーです。金曜日、金曜日、ホワイト餃子ーザ20個1300キロカロリー、いちごゴンパック119キロカロリー、オレンジ57キロカロリー、リンゴ162キロカロリー、 レモンのチーズ二切れ八十二キロカロリー、ウニ百グラム百二十キロカロリー、レモンチーズ二切れ八十二キロカロリー、以上ですね、金曜日が以上で千九百二十二キロカロリーです。土曜日、土曜日、ホワイト餃子二十個千三百キロカロリー、いちごワンパック百十九キロカロリー、オレンジ一つ五十七キロカロリー、リンゴ六十二キロカロリー、 レモンのチーズを2切れ82キロカロリー、ウニ100グラム120キロカロリー、イタリアンプリン275キロカロリー、ウニ100グラム120キロカロリー、レモンのチーズを2切れ82キロカロリー、以上で土曜日が2317キロカロリー、最終日4月19日、日曜日、ウニ100グラム120キロカロリー、 ホワイト餃子20個1300キロカロリー、いちご1パック119キロカロリー、オレンジ1つ57キロカロリー、リンゴ1つ162キロカロリー、レモンのチーズを2切れ82キロカロリー、ウニ100グラム120キロカロリー、牛サラ336キロカロリー、カップヌードルナイスキムチ豚骨味176キロカロリー、 レモンのチーズ2切れ82キロカロリー最終日日曜日以上で2554キロカロリー2554キロカロリー1週間のカロリーが1日ごとで40682923345926611922 2317、23 2554で1週間合計が約19900キロカロリー、19900キロカロリーと今週はですね、何週間ぶりかわからないぐらいで一応2万を切りました。2万を切ってよかったですと。1日平均に直すと2850キロカロリーということで、ちょっとたくさん食べる成人男性ぐらいのカロリーを抑えることができました。なのでね、今週はカロリー的に良かったかなと思います。はい、今日は以上ですね。 来週もね、このぐらいの低いカロリーでいきたいなと思ってます。状況が状況なんで、なかなか外食が減ってくるんで、もしね、来週もこんな感じだったらね、どんどん痩せていいかなと思ってます。皆さんもね、ぜひね、カロリーつけていただいて、ご自分のダイエットに役立ててください。えー、悪くないなと思ってくれた方、動画が悪くないな、次も見てもいい、見てやってもいいかなと思ってくれた方は、えー、チャンネル登録よろしくお願いします。以上です。じゃあね、ありがとうございました。